パーチャマでございます。FIFA 移行組の方への動画ということで、テロップあったっけな、FIFA 移行組とのため、ね、あれの動画ですよみたいな、どっか行っちゃったかもしれないんですけども、これ FIFA 移行組への動画ということでね、ウィニングイレブンにより近い形で、プレイをすると。まあ僕のねプレイスタイルに合ったやり方なんで、まあ人によってはね、ちょっと俺もうちょっとここはこうした方がいいとか言う人もいると思うんですけども、まあ参考程度にしてみてくださいということで、まずゲーム設定、これね、これ普通の画面から行った方がいいか、一回試合終了しようか。こっからでもできるんだけど、ちゃんとみんな多分ね、ある程度移行組の人はやり込んでると思うんで、まあこのね、最初の試合から行く画面ではなく、なんだっけ、オプション画面というかね、普通のスタートアップ画面みたいなとこからやっていこうと思います。長いな長いな。オッケーオッケー。まあこの辺はね、チェックしてオッケーですよということで、これ何なんだろう、E メールアドレス、あ、これあれか、これアカウント作った時のステアカだ。 E メールアドレス、 E アカウント、まあ適当に邪魔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 んとね、まあ何でもいいね、数字入れなきゃいけないのかな、大文字入れなきゃいけないんだ。じゃあ最初の大きい文字にしよっか、 C を。これできる？え？何？数字？誕生日の6。OK。それ覚えてて。じゃあ、甘。じゃあ、まあ、6と。これで OK かな？よしよしよし。公開 ID。松のりなと。まあ好きなんでね、ぜひ。エビ中っていうアイドルグループの松野里奈さん、大好きなんでね、入れさせていただきましたけど、皆さんね、松野里奈誰かなと思ったらチェックしてみてください。松野里奈 OK ということで、質問ね、これ何でもいいんだよね。こうお気に入りのペットはということで、ドッグにしよっか。これひらがなできない、多分ひらがなできないよね、多分ドッグ。なんでドッグダメなんだ、なんでドッグダメなの、キャットもダメじゃん、一番二大ペットだと思うよ。てかそっか、名前か、相性ね。俺の実家で飼ってた猫、犬は黒と呼んでたね、黒ね。お、俺これでドッグって答えてたらさ、お犬、飼ってる犬に対して、おい犬、おい犬って呼んでるのと一緒だから、ね、お客様のアカウント保護するためにログイン認証を有効にすることを強くします、後にしますってことで、まあこれはやっといた方がいいですね。まあ始めたての頃どういう風になっていくかということで、まあいい家のね、これは多分作んなきゃいけないのかな。あんまりまあ、まあ、割とね、メールマガジンとか来るんで、まあ、拒否リス入れてもいいかなと思いますけど、大事なこともね、結構言ってくれるんで、まあ、この辺はね、まあ、OK ですよ。でね、応援するクラブ。で、これをね、例えば、好きなね、僕だったらユナイテッドにしたら、ユナイテッドの情報が常に見れるようになりますんで、ちょっと今、最後、EA にしちゃった。はいじゃなくて、はい、EA のところを EA にしちゃったんで、もしかしたら設定がなされてないまま、このまま進んだ可能性もありますけど、最近のユナイテッド勝った負けたとかね、ニュースとかも見れるんで、そこはね、かなりやっぱ FIFA っていうところでリードしている感じかな。どこだっけな、でもオンラインカスタマイズ、俺カスタマイズしてないからかな。まあいいや、この辺設定から見ていきましょう。操作方法のカスタマイズね、ここが一番大事かな。で、コントローラー設定で、これデフォルトで最初こうなってるところを、ガチ勢だったら、FIFA トレーナー、まあ、非表示。で、選手切り替えっていうのは、オートで勝手に切り替えてくれるタイミング。自動だったら、多分パスされた時は全部行くのかな。うん。あなたが操作すべき選手に自動で切り替わりますが、切り替えボタンを押せば自動選択されたっていうことで、多分普通のショートパスとかでも勝手に切り替わっちゃう。それ俺嫌なんで、これ一切しない、手動。じゃなくて、で、これはね、手動だとクロス上げられた時も、ボールホルダー、クロスを上げた人にずっとついてたら、そのクロス上げた後もそのままついてるんで、それはね、ちょっと都合悪いでしょ。だからクロスとかの時のためにボールが浮いた時は絶対。だからフラッスルとかクロスとかの時だけは、コンピューターが勝手にボールの近く、落下地点の近くにいる選手に切り替えてくれるんで楽ですね。で、自動切り替え移動アシストは僕なしにしてます。で、パスアシストは、まあ、この辺はね、好みにしていいと思います。パス
サーチとウイレのパスサーチと一緒ですね。僕の場合はアシストアシストアシストでクロスは、手動にしてます。クロス、まあ、セミじゃなくてアシストじゃなくてセミ か, かこっちの方がね、これね、アシストはもうパワーバー表示されないと、クロスの方向が味方のいる方向へ自動で、まあ、簡単だけどあんまり楽しくないかな。なんか、いろんなね、こだわってクロス上げられないんで、これは、ニア、センター、ファーは自動で調整されますが、クロスの方向はある程度決められるよみたいな。ロブパス、アシストもこれ全部この辺にしてますね。もっとね、多分いい自分に合ったやり方はあると思うんで、この辺はいろいろ試してみて、まあ、試した自分に合ったのを選んだ方がいいと思います。でディフェンス、レガシーディフェンスより戦術的ディフェンスの方がいいって言われたな。でここが、肝になるところで、スルーパスは、もうウイレ仕様にしていこうと思います。でスルーパスは三角 OK で、四角ウイレだったらシュートのところがロブパス、ロングパスになってる、クロスになってるんで、ここの四角と丸を変えます。で、ショートパスは×で OK、 普通のパスね。でトリガーランっていうのは、ムービングみたいなものなんで L1 で OK です。で高精度シュート、これはコントロールカーブみたいなものなんで R2 でいいです。ということで、R1 はダッシュ、ペースコントロールっていうのはニアコンみたいな、ウイレで言ったらニアコンに近いやつですね。まあ、ちょっとなんで低速ドリブルに近い感覚のものですね。で R2 はコントロールシュート、今回高精度シュート R2OK です。ただ一つ問題なのがね、これディフェンスに行くと、スライディング、スライディングは丸だなと。でタックルというのは×だから、で囲い込み、味方に行かせるやつかな、これね。チームメイト囲い込みっていうのがウイレでいう四角、みんなで囲い込みみたいなやつなんで四角で、 R2 が、R2 ダッシュが R1 でしょ。で L2 がスライド、プレイヤー変更が L1、 これ OK なんだけど、ここで普通ウイレだったら R2 はスライド、この L2 のやつなんで、じゃあ変えてみようって言って変えて、あこれで OK だなじゃないんですよね。これで、なんとね、FIFA は四角とか×とかのこの押すボタン、普通のボタンはディフェンスとオフェンスで切り替えて振り分けられるんだけど、なぜかこの L1、R2 とかこういうトリガーの4つのコントローラーだけは、守備もオフェンスも同じやつを入れなきゃいけないの。だから今さっき R に高精度シュートしたのに、ここ変わってるでしょ。あれおかしいなと思って、高精度シュートは R2 だよって変えて、でディフェンス見るとスライドと囲い込みがまた、まあ、逆になってるということで、ここは諦めなきゃいけない。だからウイレと全く一緒にはできません。なのでディフェンスの時にスライドディフェンスっていうのかな、ダッシュせずに、まあ、左右の俊敏な動きはできるけど、ダッシュはできないってやつはもう L2 にしなきゃいけない。本当はウイレだと R2 なんだけど、そこだけ、分けて覚えなきゃいけません。でここセーブして OK で、あとはカメラ設定とかかな。あとはね、もう基本的にはいじんなくていいんだけど、ゲーム設定でしょ。でこれは6分でいいです。でまあ難易度、まあコムの難易度はね、まあ、一番自分に合ったやつにしてください。選手の能力、独自マッチデイライバー、まあこれもね、オンに、まあ、これはね総合値85にすると、全部の選手の総合値が85になるんで、本当にプレイヤー同士の、実力が分かると。選手の能力は関係ない。ゲームスピード普通、ボールは初期、まあ、これもね好きなやつに、見えやすいやつに変えてしまえばいいと思います。でカメラ設定、これ初期がねあんまりちょっと見にくいんで、テレビ放送おすすめです。で一番ねなんか結構よく聞かれるのが、どれだっけな、プロじゃなくてワイドだっけな、スカイかなんかがいいって。スカイっていうのがないのかな。めっちゃね望遠っていうか高いところから見るやつ、これかな。ね、いいっていう人いるんだけど、細かいねドリブルのテクニックとかが間とかが見れないんで、僕はテレビ放送をおすすめします。でマルチプレイでも、これもねマルチプレイの時どうする、選手カメラ固定の時どうする、プロクラブの時どうするって。プロクラブは僕逆に望遠がいいと思います。いろんなもうピッチ全体が見れるん で、あとはこれね、選手のインジゲーダー、選手名インジゲーダー、俺はねインジゲーダーで、プレイヤーインジゲーダー背番号じゃなくて選手名、これがねおすすめ。インジゲーダーっていうのはパスとかドリブル、パスとかシュートの、ゲージね、ゲージが頭の上に出てくるんで調節しやすいです。あとは、まあ、特にこの辺は、まあ、何でもいいかなと、好きなようにしたらいいと思いますね。で実況言語、これ英語にしたら、英語実況になります。日本語はねちょっと FIFA 棒読みだって結構ね評判が悪いんで、日本語じゃなくて英語にするのをおすすめしますね。でこの辺も、まあ、まあ別にオンにして好みですね。うん、でこれもね触んなくていいです。これ触っちゃうとダッシュの速度とかシュートエラー、まあだからシュートが入りやすくなったりとか入りにくくなったりとか調整できるんで、この辺はね全くいじんなくていいです。この辺かな、まあ、とりあえずやってみて、これで、
なんかあのこのコマンドなんだっけみたいな、パス何ボタンだっけっていうのはこれで多分なくなるはず。うん。であとはまあウイレからと FIFA は操作感が全然違う。ボタンを押してからあのパスが出るまでっていうのがウイレの感覚とはちょっと違ってくるんで、まあ慣れていくっていう感じかな。うん。まあ、という感じでまあウイレに FIFA 移行しようかな迷ってる人、僕はこれでやってます。まあ、これが 100% 正しくないんで、これをベースに、これやれば、まずはウイレっぽいことはできます。で、その後に、まあ、パスのね、セミとかアシストとか、シュートのセミとかアシストとかクロスとかあるんでね、あの辺を、自分でね、カスタマイズしてはいかがでしょうか。ということで、ちょっと長くなりました。内容薄いかな。まあ、わかんないですけど、まあ、必要な人にはね、大事、これが知りたいよっていう人はいると思うんで、ぜひぜひ参考にしてみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、目指せ、FIFA マニア。